もうこれ本当に最後の方だもんな。もうこっからだってさ、向こうに向かうだけだもんね。あー、ちょっと道中何もなければ進んじゃうか。どうしようかな。ちょっともうちょいちょっとここ様子見てみて。ひどいところだろうとは思ってたけど、まさかこれほどまでとはね。正気が漂ってもね、お母様のいるところまできっとあと少しね。そうだな、ここには貴様も、うん、貴賓だな。この建物なんだろうな。ああ、そうだな、ちょっと一旦ここ入ってみようか。ね、お父さん見て、変な木が生えてるよ。そうだな、なんだか不気味な塔ね。まだらに汚れた壁、気持ち悪いわ。ビビリ、何も言わない。こんにちは、間違えた。ここはかつて暗黒世界の牢獄だった場所、牢獄。そして北にそびえるのがエビルマウンテン。どちらにせよ近づかの方が良い場所だな。牢獄ってどんな人が入れられてんのかな。人間、魔物さん、それとも両方、両方なんかな。どうなんだろうな。うわ、なんかえげつ、なんか嫌だなこの場所。お邪魔します。ん、おじさんがいる。いらっしゃい、ここは暗黒のすごろく城じゃ。受付は2階だよ。あれ、わ、汚いところだね。草に臭いし、魔物って掃除しないのかな。可能性あるな。やだ、髪の毛に蜘蛛の巣がついちゃった。あー、イベリ、俺が払ってあげる。あ、しゅ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 。中結構広いのね。な、瞑想の書と書かれた本が置いてある。なんだ、我を倒す喜びに触れることができるもの、この上にあらず。永遠の瞑想を我が心の安らぎに深き深き地の底にて。何言ってんの。エビルマウンテンには呪いのうなり木という珍しい宝が隠されているらしい。俺が主にそれは多分あの魔の山にしかない名産品だな。名産品、魔界に来てまで名産品の話を聞くとは思わなかった。そんなの博物館に展示するのか。俺は、僕いつも思うんだけど、さまよう鎧の素顔ってどんななのかな。あんま見ない方がいいんじゃないかね。これは、あ、調べられない。うわ、汚いところだね。それに臭いし、魔物って掃除しないのかな。可能性あるな。うん、ミルドラス様は今じゃ万能の神だが、昔は人間だったってば。人間だったん、ミルドラス。だがお前そんなこと口にしたら、多分途端にこの墓の下だぞ。お前はミルドラスが人間。あ、言っちゃった。でも僕平気みたいだね。そうだね、それで口にしたから、あの人は下になっちゃったんだ。ビアン、ビアンカは可愛い。うわ、うわ、ビアンカ可愛い。目の前の墓は、あ、妻に、あ、墓には亡くなったものへの心にこもったメッセージが刻まれているようだ。すごろく城、ここいろんな幽霊さんがいて怖いけど、ちょっとだけすごろくしたいな。俺も。他にもすごろく城があるなんてね。魔物もすごろくをするのかしら。可能性あるな。きっと魔物たちもすごろく剣を使うのよね。想像するとちょっとおかしいな。ねえ、ちょっとやってみる。あ、進むか。落とし穴だった。ああ、終わった。何の時間だったんだろう。よし、戻ってきたわ、この世界に。やばい、またオートランが発生しちゃった。待って待って待って、頑張れスティック、頑張れ。はい、やばい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 。はい、ってことで、どうもヒグです。今回もドラゴンクエスト5天空の花嫁続きからやっていくか。で、まあクリア後にできるようになったことをちょっといろいろ試していきたいというか、もう確かめていきたいんだけどね。何をやればいいかよくわかってない。そうだな、話す内容何かしら変わってるはずなんだよね。ちょっとその何かしらがよくわかんないんだけど、ごめん、ちょっと確かめながら行くから、ちょっと鈍足になるね。他はないか。ちょっと待ってよ。あのさ、ここにさ、画家みたいのいない？画家。あ、こいつとか、よ。あ、なんと聖なる原石を伝説の加工に、名工に加工してもらったですって。そうですか、父は生きていたんですね。でも分かっています。父は戻らないつもりなんですよね。あの通りの頑固者ですから。ヒューガオ、私はここで父の腕を超えられるよう頑張りますよ。頑張ってくれ。あのおじさん、お父さんが生きてると知って嬉しそうね。私もあの気持ちわかるな。うん。
いつかあのおじさんを、うん、お父さんのところへ連れて行ってあげたいね。ね、そうだね。うん。二人とも、会えて嬉しかったもんな。そういえば私あんまりお城の中を見る機会がなかったわ。石になる前はずっと寝室だ。ああ、そうだよな。そうだよな。そうだね、ビアンカそうだよな。まあ、ちょっと見て回って、まあ、でも、帰ってきたら見れるけどな。もうそれだと、ね、もうお別れになっちゃうからな。あのね、お父さんなら絶対に私も連れてってくれると思ってたの。あ、そっか。私お父さんに迷惑をかけないように一生懸命頑張るね。迷惑じゃないよ、全然。全然迷惑じゃねえよ。うん。ね、お父さん早く準備を済ませて出発しよう。おお。もう元気っ子で可愛すぎて鼻血出ちゃうんだけど、どうすんだよ。鼻血出ちゃうわ。うん。ああ、可愛い子たちだよな、ほんと。もうほんとこの世界から離れるのは嫌なんだよ。パパスとマーサの多分なんだけどさ。この、思い出のロケットってあんじゃん。これがね、未完成なんだよね。思い出のロケット。パパスとマーサの絵が入らないとこれ完成しないと思うんだよね。な、やりたいんだけど、いないんだよな。絵持ってそうな人。闇の世界から大魔王がやってくるという噂は本当なのでしょうか。持ってなさそうだな。魔物さん怖くないの。でも大魔王は嫌い。悪いことばっかりするから。そうだな。魔物さんたちもみんな怖がってるもん。もう許さないんだから。そうだね。いい魔物さんもいるもんな。闇の世界の大魔王、そいつがおばあちゃんを苦しめてるんだね。お父さん頑張ろうね。絶対大魔王を倒しておばあちゃん連れて帰ろうね。そうだな。あ今度夜中に怖くなったらお母さんのベッドに潜り込んじゃおう。かわいい。うわイビリ。うわもっと甘えておきなさい。なあおばちゃん、奥様もうお元になってやっと ご家族が揃いましたね。張り切って美味しいお食事を作って差し上げなきゃ。うわ最高やん。張り切らないでほしいな。だってテーブルに乗らないくらいたくさんのご飯が出てくるんだよ。僕はいいけど、イビリは好き嫌いが多いから大変だよ。あ、そうなんだ、イビリ。あ、そうなんだ。あ、いいんだよ。大人になったら食べれるもんとかいっぱいあるんだから。今のうち。あのおばさんのご飯って本当に美味しいんだよね。でもここに泊まった時くらいは子供たちに私の手料理を食べさせてあげたいな。そうだね。お父さん、ここじゃなくて宿屋に泊まろうよ。あれえ、あー、そっか、イビリ、そっか、苦手なものが多いからってこと？ここダメなの？早く出発しよう。まあそうだよな。早く出発してるのは山々なんだがよ。中に絵が入れられるようになった。綺麗な細工の。絵が入れられるようになった。絵が入れられないと意味ないもんな。なんか絵描いてもらったみたいな話あったんだよな。どこの人よ。どこの人が持ってん。わからん。わからんて。この人なんか知ってるかな。よう。噂では天空の城が復活したそうです。平和な時代がやってくる日も相当くないと。そんなところにいるのによくしてるよね。学者さんってすごいな。さすが学者さんだぜ。それってヒューガたちがしたんでしょ。私が石像だった間も大活躍だったんだね。ビアンカを助けるために子供たちめっちゃ頑張ってたからな。あの人天空城に連れて行ったらどんな顔するのかな。クスクス。楽しそう。イビリかわいい。サンチョの家のさ、ここになかったっけ写真。あったよな。これ欲しいんだけど。暖炉を眺めた。特に変わったところめちゃくちゃある。僕たち時々この家でお泊まりしたんだよ。お城より面白いもん。サンチョは大丈夫だったかな。この家に泊まった時はサンチョがいつも美味しいシチューを作ってくれたの。うわ、そっか。でも夜中に起きるとサンチョはいつも寂しそうな顔していて、かわいそうだった。あー、そっか。もう世界俺ある程度回ったんだけどね。てかある程度もう全部回ったんだけど、こっち一回行くか。ここで降りて、妖精の女王様に一回お話ししてみよう。ここ絵あったもんね、同じように。お父さん見て、湖の中にもお皿があるみたい。ねえ、綺麗だよな、この場所。あの霧の中にこんな素敵、景色が隠されていたなんて、もう素敵じゃないの。ビアンカの方が素敵だぜ。ここで本当に綺麗な湖だったんだね。水面が鏡みたいだよ。なあ。ちょっと一緒に行こうぜ。この場所にはなんかあんじゃねえか。絵飾ってあったもんな、ここもな。
ようこそ妖精の城に。やっぱりルナの言った通りだね、お父さん。うん、そうだね。不思議なお城だね。足元がふわふわする。夢の中みたい。うん、本当におとぎ話の中に入っちゃったみたい。現実って感じがしないわね。なあ、いや、この会話がもうできなくなるのが悲しすぎるんだよな。ジョー、私たち妖精には時の流れを変える力はありません。でもあの絵に受け入れられたヒューガならばきっとそれができるでしょう。さあお行きなさい。ゴールドオーブをあるべき場所へ戻す時が来たのです。もう戻した。まあペンダントに入れられるような絵じゃねえよな。んヒューガは壁の、あれ待って、はっはっはっ、壁の絵に向かって心開いた。あれ行けちゃう、あ、行けちゃった。パパスのペンダント探しに来ただけなのに。え？あ、エルヘブンだ。え、みんなは？いねえ。よ、あらあら、パパス王子は一体どこに？こんな朝早くからまたマーサ殿のところだろうか。王になられる日も近いというのに、またサンジョ殿や王様に叱られるぞ。おろおろ。サンジョこの頃からずっとか。え？わ、俺これクリアせずに。ちまでもなんて、よう、おっちゃん、パパスという男ただものではないとわしは見たぞ。何しろ我らがマーサ様が心動かされたのじゃからな。うわ、そっか。うわ、ちょっと待って、これエルヘブンの昔か。うわ、パパスが、うわ、いるのかこの場所に。よ、ここはエルヘブン、旅のお方が一体どのようなご用でしょう。うわ、教会、ちょっと待って、いて教会、こんにちは。おや、あなたはどこからいらしたのです？パパス殿以外にもこんなお口まで来る旅人がいるとは思いませんでしたわ。どうか勇気ある旅人に神のご加護。もうかなりご加護賜ってるけど、申し訳ありませんが、しばらくは旅の方はお止めできません。グランバニアから来る王子が長老様たちの怒りを買ってしまって。そうだわ、お詫びにいいことをお教えしましょう。マーサ様のお好きの兵士はスゴロクとかいう遊びに興味があるようですよ。あ、スゴロク券あげればいいってことかな。最近グランバニアの王子が毎日のようにマーサ殿を訪ねてきて困ったものだ。パパス王子にはなぜか憎めないところがあって、我が民にも打ち解けた者がいるようだし。まあ、人柄がいいんだよな、もともとな。武器屋のおっちゃん、エルヘブの民の力は年ごとに弱まってきているらしい。だからこそ長老たちはその力を強く持つマーサ様を大事にしているのだ。みんながいくら反対しても、人には人との釣り合いってもんがあるからね。マーサ様とパパス殿が釣り合う二人ならば、自然に結ばれるのが定めなんだよ。なんか、うん、そっか。マーサ様が東の森へ出かけられた時、パパス殿と会ったようですわ。マーサ様はとても美しいお方。パパス殿が一目惚れしたのも無理ありませんわね。そっか、そんな美しい方が、お母ちゃんなんか。ジーバーまた、あ、ジーバーじゃない、ジーバーになる前のジーバーだったよ。しかし、イーゴのマーサ様がエルヘブンの宝だからって大事にしすぎるのもどうかの。祈りの部屋に閉じ込められて自由に出歩くこともままならぬと。囚われの姫だよな、本当にな。囚われの姫。うん。あたし判定だよ、エルヘブンの娘が外の者と結婚するなんてさ。うわ、みんなに話聞きて。みんなに話聞きてんだけど聞けね。こっちの家にも行ってみっか。で、行ったらあの長老のとこ行こうか。うん。ここは最後の一軒だもんな。どうも。まったくパパさんのどのほども、まっすぐな人目をした若者も珍しいわい。その熱き心がマーサ様の孤独なここに染みたんじゃな。あ、そっか。あ、へっ！隣のこの人がマーサ。え、嘘。え、待って。髪の色しか動かない。え、待って。あれ？パパス？なんとかマーサ殿の絵を描いてもらえないだろうか。お城の名工が、王位継承記念のロケットペンダントを作ってくれたので、そこにマーサ殿の絵を入れて、やがて来る結婚の日を結婚記念にしたいのだ。おや、あなたは旅の人かな？ほうほう。お見かけしたところ、かなり旅慣れたお方のようだ。おお、そうだ。あなたなら妖精の羽ペンとパオムのインクを知っているのではないか。それがあれば何年も色褪せない絵が描き、パオムのインクあるよ。
ただ妖精のペンがない。もし持っていたらぜひ貸してほしい。ぶしつけな願いだとは分かっているが、この気持ちどうにも抑えられない。なるほど。やはりマーサ様の顔を描くならマーサ様がいないとどうも筆が進まないな。しかし祈りの部屋は兵士が守っていて私を通してくれないからな。それに先日お金に困って絵の道具をすっかり商人に売ってしまったし。なるほど。吐く。待って、まず妖精のペンってどこや。お父さん大丈夫？ずっと気を失ったみたいに固まってたから僕しぶ…えっ、そんな状態だったん俺。お帰りなさいお父さん。わ、イビリー分かってくれんだな。ビアンカは分かんねえか。そっか。まあいろいろあったわけよ今。ちょっと用事ができたわ。妖精のペンってどこ？妖精の村かな。どこの名産よ。こんにちくわ。ん？何年経っても消えないインクとペンじゃと。インクはもちろんパウモのインクがよかろう。北の教会訪ねるがいい。ペンなら妖精のペンが何よりじゃ。妖精の村の図書館で今も作られていると聞くぞ。悪いがわしの分はこれ一つしか残っておらんでな。了解だ。僕はそんなペンもインクもいらないからね。間違えてもずっと消えないんでしょ。うわ、やだ。その間違いすらも俺は愛す。連れてきてくれてありがとう。私、妖精の村見てみたかったのよ。わ、そっか。わ、ビアンカ、うわ。素敵な人だな、本当に。妖精の図書館ようこそ。え、私に聞きたいことがあるのですか？まあ、妖精の羽ペンが必要なのですね。よろしいですわ。あなた方ならきっと大事に使ってくださることでしょう。さあ、この羽ペンをお持ちくださいな。ありがとう、やったぜ。ラナは妖精の羽ペンを手に入れた。ありがとう、ラナ。持っといてくれ。よし、これでなんとかなるね。ただ、ちょっと待ってくれ。俺がそれ持っとかないといけねえんじゃね。これってなんかエルヘブンなのか。この絵は最近になってマスタードラゴン様から送られたものです。あ、そうだったんだ。これヒューガ様が絵の前に立って心を開けばきっと愛しい人に会えるでしょう。マスタードラゴンのおかげだったんだ。あの絵の風景どこかで見たような気がするのね。どこだったかしら。あの絵すごく優しい感じがする。温かいね。あ、そっか。行ってくるよ。じゃあみんなちょっと待っててな。うわあ、そっか。パパスとマーサの馴れ初めだったか、これは。パパス、持ってきたぜ。なんと、妖精の羽ペンとパオムのインクを持ってきてくださったのか。ありがたい。早速お借りしますぞ。ヒューガは妖精の羽ペンとパオムのインクをパパスに手渡した。あとは、マーサ殿の祈りの部屋の番人をどうするかだが。あ、大丈夫。安心して。俺には一つ道具があるんだ。どこだっけ？あれ？あった！スゴロク剣。買収してやる。この上は神聖なる祈りのと、我らがマーサ様の瞑想の妨げにならぬようお願いいたします。はい。その他、パパスの者に何か頼まれてきたのではあるまいな。マーサ様をグランバニアへなど、決して行かせますぜ、ヌルジャパラッペ。泣きに行くよ。行かねえと俺が生まれねえんだよ。ああ、こんにちは。日に日に邪悪な意志が魔界で大きく育っているのを感じます。まだまだ我々エルヘブンの民の務めは終わっていないのです。まあね。グランバニアの次なる国王パパス殿に不満があるわけではありません。しかし王妃ともなればマーサ様はこのエルヘブンに戻って来られなくなるでしょう。まあ守れなくなるよって。でもここにいた方が守れなかったよな多分。マーサ様の力はやがて魔を脅かし、だからこそ魔に狙われるはず。我々の力でマーサ様をお守りしなくては。守れてたんか本当にお前らで。神に選ばれし者は人並みの暮らし、人並みの幸せは望めないのが運命。それはマーサ様もよくお分かりのはずなのですが。いやでもその幸せをさ、人並みの幸せが欲しいよな。うわー、お母さんがいる。マーサ様の祈りの部屋、長老たちの許可なく食べの物を通すわけにはいかぬ。こちらにスゴロク剣っていうものがあるんですけども、それはスゴロク剣、夢にまで見た噂の。ヒューガは兵士の手にスゴロク剣をそっと逃げらせた。私はちょっと長老様にお話が。ではこれで。
あいつオラクルベリーに行ったな。カジノ戦か？いや、オラクルベリーだな。マサ。あら、兵士がお客様を入れるなんて珍しいわね。それともあなたのその目に心奪われたのかしら？わかるのか？あなたどこから来たの？なんだか不思議な感じがするわね。ちょっと待って、あの、スライムもいる。ピキー、マサ様大好き！俺もだよ。俺も大好き。マサ様。うん。入れるようになりましたと。あれ？あ、下から呼んでくんのかな、パパス。まあ、スゴロク券今、一個渡したけど、うん、安いもんさ。あいつどこ行った？あの兵士マジどこ行った？マジで行ったか、オラクルベリー。スゴロク券一枚だけなのに。一枚だけ握りしめていったんか、あいつ。あとはマーサさんだ、マーサ殿の祈りの部屋の番人をどうするかだが、番人の兵士は出かけてるって。なんということだ、なぜそこまでしてくださるのだ。ともかく、今はお言葉に甘えるとしよう。それでは、マーサ殿のところへ参りましょう。マティース殿、マティース。マティース？やばい、わかんねえ。おう、参りましょう、いいぞ。わ、俺も行っていい？それ俺も行っていい？どこ行った？あ、行っていい？いいよ、ちょ、俺も行きたい。見たい。でも、パパス、こんな若い頃からヒゲ生やしてたんだ。あれかな？王様、次期王様だから、威厳を出すためにヒゲ生やしてたんかな？俺もそれ考えたら、ヒゲ生やした方がいいのか？どうなんだ？悪いが、話しかけないでくれ。ロケットに入れるような小さい絵は、色付けが難しいんだよ。あ、そっか。おう、あなたは、おかげでこのロケットペンダントに絵を入れることができます。申し訳ないが少し時間がかかるので一旦帰ってからまた来てくれないだろうか。お借りした道具は、絵が完成したらすぐにお返しします。ありがとう。なんだか恥ずかしいわね。でもパパさんがどうしてもって。私にこんなにまっすぐ近づいてくる人は誰もいなかったわ。神に授かったこの力が人々を恐れさせるから。そっか。力とか立場じゃなくて、まっすぐ、マーサっていう、マーサっていう人に近づいてくれた人。パパス、ほんと、あれ待って、あ、パパス！ヒゲ生えてねえ！あ、パパスにヒゲが生えて、待って、似てんじゃないの？今割と。あ、パパスにヒゲが生えてない！うわ！同じような感じなのかな。待って、後ろ姿見せて、こうやって。あ、なんか似てるかもしんない。親子だな。じゃあ一回帰ってから。帰ってからってことは、多分この絵を出て、もう一回この絵に入らないといけないんだね。あ、ちょっと時間進んだんかな。なんか夕暮れ時な感じがしなくもない。気のせいか。すげえな。ペンダントに入れるちっちゃい絵を描くって。かなり難しいぜ。あ、終わってるくせえ。あ、終わってるくせえな。スライム。ピキーマサ様言ってたよ。君とはきっとまた会える気がするって、ありがとうって。本当？きっとまた会えるか。こんにちは。よう。あ、戻ってきてくれたんだね。大事な道具をありがとう。確かに返したよ。妖精の羽ペンとパオムのインクを大事に懐にしまった。あ、袋にだった。そうそう、パパスから伝言だ。助けてくれて本当にありがとう。次に会う時にはこの命に変えても、きっと応領する。この命に変えてもか。いいよ。うん。もうそれよりも大事なものたくさんもらったから。だってさ、完成した絵を嬉しそうに持っていったぜ。今頃二人は東の海に出る頃かな。東の海に出る頃。そっか。もう行っちゃったか。うわー、そっか。どうしよう、オジロンとか知ってるかな。一旦聞いてみっか。ペンダント、今俺が持ってるペンダントには、あれ、絵が入った形見のペンダント。うわ、ロケットの中でマサが優しく、
ちょっと未来が変わってんのか。パパスの、思い出のロケット、これ飾って、うわこれちょっと見よっか。うわ、マーサの絵が描かれてんだ。うわ、うん、ギャルの博物館ってちょっと怖いけど幻想的で素敵ね。うん、この状態で怖い名産品はあまり見たくないな。まあそうだね。うん、夜中に見る名産品はお昼に見るときは違う感じがするんだ。うん、ごめん、でもこれやっぱ持ってこう。これは持ってるもんだわ。うん、オッケー、よし、これでオッケー。エルフの飲み薬大量に持ちまくったからね。ああ、これでいこう。ファイト一発もちょっと欲しいけどな。まあ、いっか。ここだね。うん。ここから行くらしいね。小さなメタル、また今更って感じあるけど。頭痛い。すごい力を感じるの。あのね、何かグゴゴって聞こえない？グゴゴ？お父さんのお腹かな？どうしてこんな場所にこんな洞窟があるのかしら？なんだここ？あー、ここっぽさあるな。進む場所ここっぽさんな。え？はは、落ちれんかなと思ったら本当に落ちちゃった。やべ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 、これどこだどこだどこだ。あ、宝箱ある。よし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 。戦いのドラム。あ、これなんかめっちゃ強そう。ちょ、待て。これを渡してくれ。ドラゴンの杖もいいんじゃねえかせざんな。いや、これいらねえ。ピピンの、これを、俺にも渡す。うん。戦いのドラムだよ。ねえ、お父さん、この洞窟の守りって強いね。動く。前までは何もなかったのにこんな洞窟が出現するなんて、魔界ってほんと不思議だね。まあ、ほんとな。なんだか足元が怪しいわね。火がよく見て進めましょう。うん、了解だ。どうしてこう出てくる敵、出てくる敵みんな強いのよ。もしかして私たち誰かに試されてるのかしら。試されてる？もしここの魔物たちに楽に勝てるようになったら強くなったってことだよね。まあそうだね。よし、僕言わね吐かずに頑張るよ。エロー。さっきはどっちから来たの？これからどっちに行くの？壁が高いから全然先が見えないの。ほんとな。でも大丈夫だよ。一緒に行こうぜ。ん？これループしてね。あ、階段あった。ラッキー。ちょ、待て、めっちゃ魔物来てる。長かったよ。あ、待って。またこれループ工場。え、これはまた道に迷いそうなの作りね。勘弁してほしいわ。ありゃ。ガチャンと、ん？風が流れてる。さっきのメールたちが、あ、マジで？ここの魔物さんたちみんな怒ってるの。私たちが入ってきたから。あ、そういうこと？え、なんで怒ってんの？あ、来た。一発で来れた。これなんだろう。空っぽ。僕なんだかどんどん強くなってるような気がする。お父さんもそう思うでしょ。思う。ずいぶん奥まで来たよね。一体どこまで続いてるんだろう。ほんとな。あまりにも魔物が強すぎて、今夜の夢にまで見そうよ。じゃあ、あれだな。今日はもう家族4人でもう、抱っこしながら寝ようぜ。頭が悪そう。この洞窟の魔物さんのせい。ああ。どうしよう、お父さん。私泣きそう。怖い人がすごく近いの。怖い人。怖い人がすごく近い。ん？あの人だったんだ。私がずっと感じてた強い力の人。まさかこれが。何これ。オーラっていうの。すごい吹き飛ばされそうよ。ちょっと待ってね。うん、そんな MP 使わねえしな、俺。うん。いたねえ。エスターク。倒せるか、俺たちに。行ってみっか。よう。おい。この色合いピサロだよな。誰だ。我が眠りを妨げる者は。我が名はエスターク。今はそれしか思い出せない。そのセリフやっぱピサロっぽさあるけどな。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらもわかるのだ。その私に何用だ。私を滅ぼすためにやってきたのか。まあ、そうっすね。ならば仕方がないな。私は滅ぼされるわけにはいかぬ。さあ来るがよい。やるか。あれ？ BGM もそれじゃん。うおー、やるか。
じゃあ俺は戦いのドラム、ビアンカ。ラリホあるね。寝かせよ。いけるかな。スクルト、イベリーある。ラリホ、ちょっと一応二人でやろう。寝るかな。エスタークはもう寝る。おい、ちょっと待って、あいつずるっこしてね。光の、そういうことしやがるか。なるほど、了解。俺ベホーマーやっとこう。ビアンカはラリホーやる。ラナ、天空の剣だ。で、ラリホーだ。待てよ、天空の剣効かねえ。あ、やべえ、あ、これまずい、これ、これやべえ、あ、これダメだ、終わった。え、やらかしました、やらかしました。あ、すいません、僕やらかしました。灼熱の炎、きちいな。ビアンカがまずいね。なんとか全員生き返らせたいんだけど。メガザル、よし。で、俺は死んじゃうけども、凍てつく波動はまあまあまあ大丈夫大丈夫。輝く息いて、うん、で、ちょっと固めながら、じゃあ行こっか。俺、うん、復活の杖でなんとかできたらいいなって感じで、ベホマラーやっとく。で、イベリーがラリホーかけとこうか。固めてラリホーやって。寝たぜ、目覚めた、早くない？一応賢者の石やっとく。ラナがザオリクやる。ラリホーでエスタク。うん、効かない。一人は絶対寝かせとくっていうあれでいこうか。きちい、結構しい、きちいきちいきちい。うん、いいよ、寝た。賢者の石大きいから一気に。あ、眠ってるね、目覚ましたね。いいよいいよいいよ。一回でも寝てくれたら割と嬉しいな。二人ラリホ、よし寝た。眠ってる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 。いいぞ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 。寝てる間により深く眠ってる。ヨナスン、眠ってる眠ってる。いいよ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 。あ、これ来てる、これ来てる。輝く息でギリ耐える。ラリホを眠らせた。よし、いいぞ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 。ようやく俺の知ってる、俺の知ってるエスター癖になった。よかったー。ベホマラー、ラリホ聞かないね。いいよ、ビアンカが。あ、イーベリー、ナイス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 。いいよいいよ。寝ちまえばこっちのもんなんだよ。ラリホーだけは眠らした。ナイス、いいね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 。いいよいいよいいよ。一回寝ちまえば一回あいつその寝るモードになってるからな。いいよ、寝るモードでちょっとずっと行ってもらおう。で、ヨナス、メラゾーマ、いいよ。ヨナス、このまま勝たねえかな。いて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 。あ、一回の攻撃で終わった。よし、いいじゃん。ナリホー、よし、眠らした。眠ってる、目覚ました。んー、ナリホー効かなかった。忙しいな、お前。いいぞ、いいぞ。なんとかなってる。俺たち今、戦いになってる。これを本当に戦いと言っていいのか、ちょっと言うよ。ちょっとあれだけどね。まあ、まあまあまあ、ほら。こっちも死にそうになってるし。戦いのドラム、眠らせる、攻撃やって、眠らせる。うん、やりか。あ、倒した！やったー！超ダセー倒し方した。やったぜ、スタック倒した。ああ、やったー、48レベルになったー。うわ、クソダサ倒し方した。うわ、めっちゃクソダサやん。なんということだ。この私がたった62ターンでやられた。めちゃくちゃ時間かかってる。たった62ターンでやられてしまうとは、仕方あるまい。私の密かな楽しみであったあの場所への扉を開けておこう。しかしこの次は、そう簡単にはやられぬぞ、ここここここ。あ、信じられないぐらい、強いやつだった。私たちがこうして生きていられるのが不思議なくらい。ほんとな。もうラリー4でなんとかなったもんな。ほんとありがとな、ビアンカ&イーベリー。そしてラナの回復、最高だったわ。何も言わない。まあ、なんとかなったな。なんとかなったわ。